はい、こちら、後編の動画となっています。前編まだの方は一度デッキを回してみた動画があるので、そちらを先に行くことをお勧めします。早速デッキの中身を紹介していくんですが、まずこのデッキ、デッキの全部、全枚数、デッキのトータルの枚数が42枚になっています。っていうのも、この6枚、ここの6枚が、できる限り初手に引きたくないカードなので、この辺のカードを引く確率を減らしつつ、コンボのスタートに関われるカードたちの割合を増やすことで、この辺のカードを引く確率を減らしている構成となっています。で、それぞれ役割を紹介していくんですが、ちょっと若干ブロック分けしてまして、ここのブロックが最優先というか、一番引いたらうまいカードで、ここはいずれかを引いていたら、どうにかしてコンボができるであろうカードで、ここはさっきも言った通り極力引きたくないカードとなっています。で、役割説明していくと、ネオスペースコネクターはアクアドルフィン、つまりはレベル3のモンスターを持ってこれるんで、チューナーとレベル3、この辺の何かしらが1体いればコンボがスタートするので入っています。終末の騎士、デッキからデストルドを墓地に送って、実質ハリファイバーまで繋いで、クリスタルウィングまで出せるという、ガンドラクロスのワンキルの初動のカードだったので、それを、そのまま採用しました。サイコウィルダーが、レベル3チューナー特殊召喚できるってことで入っています。ベーゴマが1枚で2枚になれてケルビーニになれるってことで入っています。で、ここ、真珠のパラディオン、百獣のパラディオン、このパラディオン2枚はリンク先に特殊召喚できるレベル3ってことで入っていて、で、精神のパラディオン、エルピーになる、レベル4ですがドラゴンとして入っています。動画の中の回してみた時の流れで、マギアスパラディオンからこの精神のパラディオンをサーチしていましたが、仮にこいつが初手に来ちゃった時なんかは、マギアスパラディオンのサーチを真珠とか百獣のパラディオンとかその辺のカードに変えて、損なくサーチをして、かつ最後のケルビーニを出す時の素材にもできるということで、最悪初手に来ちゃってもいいんじゃないかなというカードになっています。サイコトラッカーに関しては、ほぼパラディオンと同じで、特殊召喚できるレベル3ということで入っています。で、タケトン防御は、一見とベーゴマからサーチできるカードだから、どちらかっていうと引きたくないんじゃないかっていう感じもしますが、ハリファイバーさえ作ってしまえば、基本的には妨害を考えない場合クリスタルウィングシンクロドラゴンまで繋がることは、確定しているんで、その状況下であれば、風属性モンスター、つまりクリスタルウィングシンクロドラゴンがいるので、タケトン防具は特殊召喚できます。なんで、あとレベル3一体用意さえすればケルビーニからラスティーバルディッシュ413のシンクロができるので、別に手札に来てしまっても OK です。で、デストルドも、終末の騎士から墓地に送りたいっていうのはあるんですが、手札に来ても特殊召喚できるチューナーとして使えるので、別に来ちゃっても大丈夫です。この辺の手札に来て欲しくないカード、その中でも2種類あって、こっちからこっち、レダメ、スチーム、アクアドルフィン、この辺のカードは、別に来ちゃっても手札1枚分損しているだけだよっていうカードで、レダメはエルピー、スチームはハリファイバー、アクアドルフィンはネオスペースコネクター、どれもデッキまたは手札から特殊召喚できるモンスターなんで、あまり美味しくはないけれども、手札次第ではコンボの妨げにはならないカードです。で、一方、ダンディライオン、サイレントブーツ、ダークブルム、この辺のカードに関してはデッキから墓地に送って、役割を持ってるカードなんで、ダンディライオンで言えばケルビーニで墓地に送るカードがなくなってしまうので、コンボを続けることが難しくなってしまいます。だからデッキにいてほしいカード、サイレントブーツもほぼ同じような感じで、こっちの場合はラスティーバルディッシュから、墓地に送りたいのでデッキにいてほしいカードです。で、ダークブルム、なんで入れるかっていうことからまず話していくと、竜の霊廟、愚かな埋葬あたりで墓地に送って、精神のパラディオンの代わりにエルピーになってくれるから入ってるんですが、手札に来ちゃうと役割をなせないので、デッキにいてほしいカードです。で、次、魔法トラップ、緊急テレポートが、レベル3もしくはレベル3チューナーになることができるカードで、増援に関しては、終末の騎士かネオスペースコネクターか、手札次第でお好きな方をサーチしてくださいっていうカードです。で、リオの霊廟、デストルドを、墓地に送るか、ダークブルムを墓地に送るかとして入っています。で、同じ役割の、愚かな埋葬で、ツインツイスターと、ハーピーの羽根ぼうき、この辺はバックを除去するためのカードとして入っています。で、墓穴の指名者は誘発ケア、ホッグブレードはラスティーバルディッシュからセットできるカード、シェードブリガンダインはシンクロ素材として入っています。で、中身の紹介は最後、エクストラデッキ。ここに関してはもう回した時に大体出てきたんで、役割としてはもう理解はしやすいと思います。ここであえて触れるのは、ちょっとここの出てきてないトリシューラとブレイクソードについて話していきます。この2枚なんで入っているかっていうと、事故った時とかホッグブレードで
無効にしてターンが返ってきた時とか、まあそういう時にブレイクソードを出して、ブレイクソードとまあ相手のカード1枚と、まあもしくはフォッグブレードと相手のカード1枚とラスティーバルディッシュでもう1枚プラスで破壊して自分が攻撃しやすいようにするっていうことをやったりします。でトリシューラに関しては、相手が戦闘破壊できない、効果破壊できない、対象を取れない、まあなんだろう、相互リンクしたトロイミア、ケルベロス、ゴブリン、フェニックスみたいな、まあそういう耐性のモンスターが出てきたとしましょう。このデッキ基本的にそういうのには、まあ、まあ出てきちゃったら対処できないので、まあトリシューラに対象を取らない除外ってことで除去ってもらいましょうっていう、カードです。ということで今回このデッキの紹介をしていきました。一番最初にね紹介した時ちょっと、まあ最初にも話しましたが、まあスチームのことに関しては本当に失礼しました。それをねちょっと把握しないでものすごく強いデッキができたと、まあちょっと舞い上がっちゃったところがあったんですが、教えていただけて本当にありがたかったです。でこのデッキね、次の禁止改定で引っかかりそうなカードを使ってるので、まあ今作るとしたらちょっと、まあやめておいた方がいいんじゃないかなっていうことが、言えます。まあだから来る際は多分ね14日だと思うんですね。その情報が発表されるのがいつものことだとしたら、まあ多分14日だと思うので、まあそこでまあスチームかハリファイバーが生きてることを確認して、でそこから、このデッキに必要なカードとかを集めていくのがいいんじゃないかなって思います。まあとはいえ別にこのデッキが使えなかったとしても、普通にファントムナイツのデッキを作れば全然戦えるし、むしろなんか安定して戦えるまであるんで、ファントムナイツの形っていうのは安定して戦うデッキで、こっちのデッキはもう先行を取って相手を完全に叩き潰しに行こうっていう感じのデッキになっています。まあ大会とか出てやるんだったら先行まずじゃんけん勝って先行を取って、で分回して相手を圧倒しました、じゃあ2回目以降にサイドチェンジでファントムナイツにサイドチェンジのスイッチっていうのかな、まあそれをやって、あ相手に先行を渡してもある程度うまく立ち回れるようなデッキで戦えば勝率は上がっていくんじゃないかなって思います。ってことで、今回の、まあ、この2本の動画は以上となります。まあ、仮に、スチームか、ハリファイバーが、禁止になっちゃった時は、また、まあ、展開というか、デッキの構成を考えて動画にしていきたいと思います。この2本の動画、今度デッキに関してかな、このデッキに関して、まあ、改善点とか、コメントとか、いろいろお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回の動画は終わりにしたいと思います。バイバイ。